さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、有吉弘行でございます。3月19日、もうなんか随分東京の方すっかり暖かくなってまいりましてね、非常に過ごしやすくなっておりますけれども、うん、まあ一応漫画の話しておきましょうかね、もう一回ね。ちょっとまあ先週あれだけ言ってね、はい、なんかちょっとネットで回ってきたりしているのを見るとやっぱりあれなんだね。先週の放送を見てあれだね、なんでディスってるっていうことになるのかなって感じになるけどね。そんな感じなんですか。俺だけ興味あって好きだっていう、はい、伝わらない。やっぱりそうネットのニュース記事ってそんなんなんだろうなと思ったね。有吉絵がダサいと酷評みたいな。来たよ、もう激怒、マジ切れ、酷評、辛辣。それしかないのかよっていう。まあ僕らはだからこの漫画が非常に好きなんですけれども、はいはい、なんかリスナーの皆さんもみんな見てくれたみたいでね。だから先週1話の話して、うん、はい、次の日に2話が月曜日に出て、ね、今回明日が祝日なん で、ね、土曜日にジャンプが出てるんですよ。まあ、関東近畿、まあ、日本全国ほとんど、はい、まあ、一部を除いてという感じでしょうけども、はい、だから今3話まで見ることができたんですよね。すごいですね。はい、ね、展開ね、早かったです。ここに来て早くなってきましたね。めちゃめちゃ早いです。めちゃめちゃ早いですね。ちょっと、まあ、リスナーのメールでちょっとあれにしようかな。どうしようか。まあ、難しいな。ちょっとな、またネタバレもあるから、ね。そうなんですね。まあでもちょっと、もう皆さん好きでしょ。単行本で読むっていうやつはもうそれはね。うん、まあそうですね。ここはちょっと我慢してほしいけど。そうですね。ちょっと、この展開だとね、思ったのよ。はい。落合なんか今日、はい、来るなり、はい、これは早めに終わりますね。最悪ですよ。最低だよ。こいつ最低です。こいつマジでドクターストーンに辛辣なの落合だから。ネットの記事間違ってますから、まあ、な、俺と酒井は大好き。大好きです。で、はい、照れくさいから絵が古いなとか、ああ、絵がダサいなって、ついついやっぱり、そうですね。好きな子をちょっといじめてしまうみたいなところもあるんだけど。なるほど。だって2話目で。いや、だってさ、違うのよ。これね。いや、もうね、だからね、3話、今日3話まで行ってるから、ちょっとそれだけ言わせてもらうけど、はいはい、もう、石を溶かす薬は見つけた。もう早々に見つけましたね。もう終わりじゃねえから。え、それで石に溶かす薬は開発した。早すぎじゃないですか。それで、気になってた、高校生最強。はい、霊長類最強の高校生、獅子王くん、はい。やっぱり出てきた。早かった。もう出る。伏線早かった、解説の。いや、3話で回収してますよ、伏線。で、もう、だから、ゆずりはさんも、これすぐ復活する。おそらくそうですね。で、多分、意志の力を持って、ずっと意識を保っていなきゃいけないとか思ってたんだけど、はい、あれ関係ない。寝ても大丈夫。そう、誰かが起こしてくれれば。はい。うん。最強高校生もどうなんだろう。完全体で石が残ってれば。うん、で、霊長類最強の、高校生の、はい、高校生、獅子王君は、はい、ライオンの群れを倒す。結構、ワンパンで。スパスパスパンっていきましたね。ワンパンで。高校最強よ。高校生最強ですよね。まあ、インターハイぐらいの。おそらく、まあ、インターハイチャンピオンぐらいのことで、ね、高校最強っていうと、それぐらいになっちゃいますよね。ライオンの群れ倒す。群れですからね。結構いかついライオンでしたけど、この早い展開は、絶対に、さらに壮大な、やっぱ仕掛けがあるんだなっていうことなんですよ。絶対そうです。ね、はい、ですかね。石を溶く薬をどう、科学の力でとか、はいはい、ゆずりはちゃんを、石から解放しようとするんだけど、はい、解放できないとかいう、はい、そのごちゃごちゃしたやりとりって、はい、ダイナミックじゃないんだよ、話が。うんうん。ここは、早くもう回収したいんですよ。もうさっさと次にもう。さっさと次行きたい。え、そうなんですか？もっとすごい、隠し玉があるんですよ、この漫画には。とんでもない。隠し玉あります。だからここはすごい、俺らはもう、そのもうこの前半戦で、すごすぎるって騒いでしまったんだけど、うん、なるほど。これ作者にとってみれば、前菜だよ。まんまとじゃないですか、もう僕らなんか。白滝に、明太まぶしたやつだよ。まあ、うまそう、その、同じ。お通しです。それをメインディッシュだと思っちゃったんですよ、僕らは。そう、我々は、これを、ステーキだと思ったのよ。まんまとだわ。食い切れないぞと思ったのよ。うわぁ。白滝に、明太まぶしたやつ。うまそう。うまそうだ、大丈夫。So much stress. Now at the launching program.
さあこんばんは、太田プロの真珠、広島が生んだ怪談師、軍人ロックスター、半蔵門の、闇商人有吉です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーム、アシスタントこちら、はい、アルカノピース酒井と落合ココアです。よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。ということで、もうちょっともう今日でね、ちょっとドクターストーンのお話は最後にしたいと思います、はい、まあもうここからストーリー皆さん楽しんでいただきたい。そうですね、確かに。ただもうここからもう本当に壮大なストーリーの始まりだと思いますよ。そうですね、ね、から肉なり何なり出てきますから、ね、いやおかしいもんな、だって、はい、石を溶かす薬の開発2週目でできてんだから。だって2週目であれから1年みたいになってましたよね。もうそ年時間の経過1年経ってるから、もう1年経ちました、ね、それでコウモリのおしっこの硝酸の効果で石は溶けたんだよね。そうですね。いやいや偶然まあ偶然そう、まあなんであの鳥だけ石なんですか。それはだからまだそこ壮大なストーリー、率先だから、そこが一番楽しい。そこ楽しみにしてるんだろう。すみません。おちゃん、はい、お前もう読むな。有吉さんでね、とても今、今夜の最後までお付き合いください。Sunday Night Dreamer Live on air。酒井もだから今から壮大なストーリーが始まるっていう派か、それとも早く落ち合い派か、早く終わると思ってるのか。いや僕は壮大なストーリーが始まると思ってます。いや俺はやっぱもう今後やっぱりドラゴンボール級の漫画になっていくと思ってる。ならないですよ多分。なるから、ね、いやこれ落ち合いかけようぜ。だからこれはちょっと悪いけどこれ1年後はい、はい、え1年後に終わってるのか。また1年後ここのアシスタントに来た時にいいっす、まあ、このラジオが続いてれば、はい、まずそうとんでもない漫画になっている。とんでもない漫画になってるか。いやちょっと とんでもない漫画っていう。いやそんなのは、はい、分かるだろう。お前も芸人やってりゃそんな感覚で。はい、すみません。明確になんかを提示させようとしたな。しょうもない芸人だなお前。コンテストにばっかり出てる芸人っぽい意見だよ。そんなもん肌感覚で分かるだろ、ね、この漫画が今世間ですごいからすごくないから。そうですね。確かに。はい、そうか。じゃあそうなってるに俺は。花砕き、花砕き、体、花砕き、花すか、俺花砕かれんすか。その時すごい漫画になってたら花砕き、花砕きやだ。もし終わってたりとか、めちゃめちゃ細々とやってたら、はい、それはもう俺の歯茎切り刻み。いやいいですか。いやいややりたくないですけど、俺が別にあんまり歯茎切り刻み。やってる方が辛いけどな。一応ラジオの P-MAX FM 君もドクターストーン単行本派のものです。有吉さんの話聞いてこれだけ気になったら教えてください。獅子王君はなぜライオン100匹と戦うことになったのですか。まあ100匹じゃないけどね。あ、まあちょっと難しい。これはもう読んでください。そこをお楽しみにしてください。楽しみにしていただかないとね、やっぱり。ただちょっとまああのあれだったんですよ。ちょっとまた気になるところ1個だけ言っていい？はいはい、突っ込んでたらしょうがないのよ。はい、そうですね。突っ込んでしょうがないんだけど。はい、ちょっと石を溶かすには、はい、まあコウモリのおしっこを利用した硝酸ですよね。硝、はいはい、酸とまあちょっとアルコールが、はい、を混ぜ合わせないとダメだということで、はい、アルコールがないなっていうことになったら、うん、まあ。大樹君がブドウがあそこにあったけどブドウってワインですよねっていうことで、うんうん、はい、ワインを開発、ワインを作るんですよね、はい、それでワイン飲んだ時に、まあ、高校生2人が、はい、これは市販のものよりは随分ひどいけどって言ってるのはちょっとまああれですよね。まあちょっと最近の世の中の嫌なところですよ、ね、コンプライアンス、コンプライアンス、そうですね、それカッコつけろっていうのかっていうね。あ、そうですね。実は浪人してますので19歳ですとかさ。だけどちょっとね、そうですね、まあでもそんなもんですよ。そうですね、ね、そうですね、ズバンと言ってくれて、そうそう、ありがたい部分、はい、まあもうこれでドクターストーンの話終わり、はい、生放送メールを募集いたします、日本人が最も食べていると言われている魚介類イカ、30年ぶりに気力的不良となっているそうです。スルメなども値上がりが予想されている今ということでテーマこちら、うん、イカについて。イカ、はい、好きなイカ料理、珍味、イカの名産地、イカの不良対策、うん、イカに代わる料理、スルメにとって代わるもの、イカにまつわること何でも OK です。
イカ、俺はね、はい、イカが好きや。イカがいつぞやからイカが好きになって、はい、今めちゃめちゃ酔っ払って泥酔状態でお寿司屋さんにいて、はい、行ってイカを6貫くれと注文するぐらいのすげえイカ好き。めちゃめちゃイカ好きっすね、それ。安田さんが驚いてた。イカ6貫食って帰った。確かにそれすごいな。泥酔状態でイカを6貫頼んでそれだけで帰った。それだけイカが好き。真相主義で好きなんですね。じゃあお店の人が言ってただろうな、多分。イカすせー言うかな店の人ってさ。はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉ラジオと検索すれば出てきます。今日ね、ちょっとあれだったんですよ。僕の、知り合いに大人のおもちゃ屋さんがいて、知り合いに大人のおもちゃ屋さんのおじさんがいてさ、はい、その人がいつも大人のおもちゃくれるのよ、はい、結構、はい、まあ、ジョークグッズっていうんですかね、はいはいはい、それで今日ちょっと家掃除してたんだよ、はい、暖かくなってきたしさ、はい、気持ちいいから窓開けて掃除ちょっとしてたんだ、はい、そしたらいっぱい出てくるからさ、ちょっと持ってきちゃったのよ。これそも家から持ってきたやつなんですか。若月グッズもあるんだけど、はい、それにプラスしてこれも混ぜとこうと、家に置いとけないからここに持ってきて混ぜちゃうってすごい。ちょっとまあ送りますよ、だからこれね、はい、まただからあのゲスナーの人たちに、うわ、タイトルだけ、国産ベジバイオ人参、国際ベジバイオキュウリ、ラストインパクト、6ボルトの最強ローター、リトルコミック、携帯マッサージャー、ラブフィンガー、3本の指に装着して攻めまくる、いやすごい、けん玉、男の秘宝をモチーフにしたけん玉。いやすごいっすね。以上のノベルティが加わりました。ノベルティじゃねえか。プレゼントね。プレゼントで、はい、ね。すごいな。ちょっとまあ、すごいっすね。大人のちょっとセクシーなネタでもくれた人がいたらあげようかな。ああ、なるほど。ちょっとセクシーなネタ。そうですね。そんな人には。あとはもう WC グッズね。あ、WC グッズっていうか若月さんところの、はい。あのクマタン、クマタングッズ、今 WBC やってますけど、 WBC とのコラボクマタンがありますんで、それ配ったりしてますんで、ぜひ皆さん送ってください。さあ、はい、イカの話どうぞ。イカの話、イカの話、はい、はい、イカ、そうですね、美味しいですね。いかがですか、ないですか、いかがですか、取られちゃった。言われたかって怒ってるのか。おすげえ。おい、どんどん出てくんな。マジで俺そんなこと言われたら怒り浸透すわ。それ怒ってると一緒だから。取られたな。全部取られてくな。行かせちゃう。ありがとうございます。いいんだ、もう行かない話。ないんだからお前ら。すいません。この話なかなかねえっすよ。イカ好き？イカめちゃくちゃ好きです。イカとタコどっちが好き？え、イカ。イカっす僕。もうなんでお前タメ口だったんだ今。あ、いやいやいや。すぐ言いたかったんで。あ、僕イカ。じゃない。すぐ言いたかったんで。イカマジで好きです。タコとイカだったの。イカです。イカです。そう。あ、イカじゃない。こんちゃん。僕とはタコが。タコ好きなの？タコ好きです。あのスダコみたいなあの。スダコ？スダコ。食ってるそれ。じゃあ一生。いやいや、なんで一生の話になるんですか急に。いや絶対イカでしょ。イカないですね。いや、どっちも美味しいよ。はい。美味しいら知ってますよ、どっちも。はい、だけど、イカでしょ。あ、そうっすか。タコすごい美味しい。絶対イカでしょ。ぶつ切りにした醤油とわさびで。美味しいです。みたいな。はい。絶対イカ。絶対イカっすね。すいません。ちょっと俺、ちょっと今、ちょっと体の悩みあってさ。はい。大変です。ちょっとち、俺の、おちんちんにイボができた事件は知ってる、はい、あ聞いてます。それはまあおちん愛事件として有名なんです、はい、おちんのイボって、ね、はい、ちょっとでもこういうことあんまり言うとな、またちょっと明日の新聞にでも。いやいや、何があったんですか。いや聞かせてください。あんまり病気の告白ってあんまりしない方がいい。まあまあまあそうですけど、でも、まあ、暗くなるからな見てる人が。いやでも、まあ、闘病していく勇気みたいなものも、あのやる義務はあるけど、はい、そこまででも言ったらちょっと正直聞きたいです、ね、リスナーのみんなも聞きたいと思います。真剣に戦います、はい、みんなで。まあ、ちょっと時間もないしな、あんまり。いや、マジで、いやいや大丈夫、時間やれることあったら僕らも助けるんで、はいはい、いやそれでもどうせやるなら記者会見したいというか。ああ、そんなにですか。でもラジオで、このラジオのやっぱ言って、はい、
くれた方がいい。いやでもこれ言うとちょっとリスナーたちががっかりするんだよな。え、いや応援してくれ、頑張れって一緒に戦ってくれますよ、大丈夫。深刻ですね。この番組はまあ別名アナルナイト日本と言われてんだけど。そうですね、そうです、はい、アナルナイト ANN アナルナイト日本アナルナイト日本って言われてんだけど。そうなんですね、すみません、僕ちょっと知らなかった。アナルナイト日本、まあって言われてるぐらいやっぱね、そアナル好きの人がやっぱ聞いてくれてるラジオだから。ああ確かに多いですけど、アナル系。まあ俺がね、まあここのまあいわゆる結構凶暴なアナル好きたちが集まってるんだけど、はい、うん、まあそんな人たちをまあ曲がりなりにもこうね抑えて、はい、まあそのアナルナイト日本のトップとして、はい、なんとかこうつわものどもをこう押さえつけてまとめ上げてたのって、はいはい、やっぱ俺のアナルは宇宙だっていうセリフでまあ有名になったけど、 そうですね、はい、そのまあ何でも食べちゃうっていうか、はい、そうですね、何がです、何が何でも食べちゃうの。ちょっとおちゃん今真面目な話してるから、すいません、はい、まあ深刻だ。GBGB って言われてる。 GBGB、 まあガバガバだよね。まあ何でも食べちゃうと。そうですねって言われてんだけど、まあそれでまあみんな俺のことをまあボス、まあ、まあ、アナルアナルアナルのアナルの谷のボスとして。あそうなんですか。まあそうですね、まあみこし担いでどこの地方だけどさ、はい、いやだからこれはだからちょっとそのボ、ボスザル戦争みたいになるかもしれないんだよね。だからこれもう今からこの争いになるかもしれない、はい、その弱みを見せると。ああなるほど、誰かを実験、若いボスが首を取りに来るんですね。どうもね、地の兆候がある。何すかそれ。なんで普通にこれも言ってなさいよ。ちょっとこれ悪化して、えちょっとイボ系のイボ字でもキレ字でもあるんだけど、はい、うわそれが、まあ、悪化したりとか大きな感じになっていくと、はい、まあ今まで通りのプレーはちょっと できないってことになると、はい、あれ俺の方が入るぞ。そうですね、っていうやつは出てくる。出てきます。そんなやつ出てくる。ちょっとまずいんじゃないかな。そのゴリラでいうとシルバーバックみたいなもん。ああなるほど、狙ってます、ね、GBA だから、ガバーナルだから、ね、ガバガバーナル。分かんない、ちょっと分かんないですけど。スネイナイツドリーマーライブオンエア。いやちょっと本当にあの、はい、勇気ある告白を一緒してしまいました。ありがとうございます、本当に言っていただいて。だけどまだちょっと本当にその症状はまだ分からない。今まだ軽度のもんだから、はいはい、どういう状況なんですか。ちょっと今日なんかちょっと今日まあそれはやっぱりシャーインタビューで、はい、ちょっと血圧取りに、はい、あれなんだこの違和感は。ああまあそうですね。おコロッコロチャーみたいな、はい、コロチャーね、美味しいですけどね。はい、カップラーメンで大きめのチャーハンチャーシュー。いやでかくないですか。結果としたらコロチャーだったらでかいですね。でかいや、そんなにでかくない、はい、ちょっとコロッとしたものになったって。でちょっとやっぱなんか熱を持った感じがあるから、うん、なるほど。ちょっと今だからそういうプレーは今控えていかないけないのか、絶対ね、現役引退かな。うわいやすぐ直すカド番ですよ。カド番なんだ。次完全にイボ番。イボ番ですね。そうイボの番人じゃないですか。イボ番だったら分かんないですけど、イボ番。いやもうイボ番上、イボ番大関ですよ。まだでも大関ではギリギリ大関ではあるんですよ。こっからどんどんイボ番大関。イカの話だから。そうですね、うん、イボの話じゃない、アナルの話じゃないですもんね。イカの話、大王イボ。イカです。すごそう。イカです。やばい、それすごそう。
ラジオネーム大王イカ神子FM 香川アリさん、私もイカは大大大好きです。特にイカ耳と呼ばれる頭部の部位が大好きで、回転寿司5皿ほど食べます。あそこが好きな人もいるよね。エンペラっていうんだっけ、エンペラみたいなのとかね、はいはい、いろいろあるよね、うまいよね。ラジオネーム穴なしからしれんこ福島 FM。 イカ、福島県にはイカ人参という、その名の通りイカと人参が入っていて、醤油などで味付けをされた郷土料理があります。地元ではスーパーでも売られていて、イカ人参味のポテトチップスも発売されるほどです。すごいね、イカ好きなんだな。イカはやっぱり安いの魅力だから、これ高騰しちゃうとな、困っちゃいますね。で、あれイワシも高くなったって言うしな、イワシも今や高級魚だって言うしな、なかなか大変だ。大丈夫、大丈夫、気取ってます FM 群馬。僕が一番好きなイカはホタルイカです。あのよくわからない食感と不思議な味が癖になり、ホタルイカは無限に食べられます。すげえな、おい、無限に食べられるわけねえだろ、お前らみたいな小食がよ俺らはもう、俺らは本当に無限に食いますけど、ね、おい、お前食えんの本当にもうマックス、あ、おいや、めちゃめちゃ食う。ホタルイカなんかずっと食えますよ、まあ、一晩食いたいですね。いやでもマジで俺もちょっと引退近いかもしれない。これマジでイボジンになったらさ、あんまり量食うと、あー爆発しちゃう、大変なことになるから。マジで俺土管みたいなクソ出るからね、土管人住めるからすげえですね。いや空量がやっぱすごいから、空量がだって本当すごいんだ。土管食って、土管食うんだから土管が出るじゃん。まあそうですね、土管の量食うからですよね。土管食ってるわけじゃないですよね土管の量食うんですよね、空洞ですけど稲葉の白うなぎ FM さん、鳥取は夜に日本海沿いを通るとイカの漁船の光がいっぱいなほどイカの名産地、天日干しのものがいい、イカ刺しなんか最高、透明なイカで食べたら甘くて最高。そんな僕の好きなものはコンビニにあるイカ明太です。人参バイブ希望です。当てませんよ。ダメですね。ちょっと一回曲いってください。はい、加山雄三生誕80周年を記念してですね、リミックスアルバム加山雄三の新世界がリリース。その中から君といつまでもフューチャリング。さあこの時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送です。はい、今月のアシスタントはアルコンドピース酒井とクリーンピース落合効果です。はい、お願いします。さあ続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。ではニュースに行きましょう。まずはこのニュースから。ドラマ逃げ恥が総なめ24巻。はい、ドラマ逃げるは恥だが役に立つが、はい、AMD アワード年間コンテンツ賞優秀賞を受賞し、賞レースでの合計24巻を達成しました。24巻って何だそれ。なんかこの一覧ありますけど、すごいすげえっすよ。ギャラクシー賞も中にあります。2016年12月度月刊賞とか、すごいね、すごいですね。マジで一回も見てねえから何とも言えねえんだよ見てないっすか見てないですか、まあ、見てないですね。あ、でも俺もちょっと見てないですか。あんまり見てない。若い人がやっぱり、まあそうですね、すごい支持してたから、はい、逃げるは恥だが役に立つ、はい、はい、そんなこと言ってやんね、やっぱりやっぱ、はい、我々は、はい、そうですね、はい、大食い会って逃げてたら終わりだから、はい、終わりですマジでな。逃げたらもう、あ、吐いたんじゃないとか、はい、あ、トイレ行ったんじゃないですかとか言われちゃうから、そうですね、もうそこにもう逃げるわけにいかないぞ。もう向き合うしかないんで、飯と。逃げる前に食うぐらいの。逃げる前に食う。いや、頼む前に飲むみたいな。新ドラマ。火曜新ドラマ。逃げる前に食う。あ、かっこいい。かっこいいですけど。どんなドラマなの。いや、食うだけ。やっぱ食うんじゃないですか。刑事ドラマとかで、いやでもこれちょっと決着つけなきゃいけないと思ってるの、ね、やっぱマックス堺とは。ああ、そうそう、ラーメンで挑発された、ラーメン餃子で挑発されて黙っておくわけにいかないから、うん、来週ラストだろ。あ、そうですね、来週が。マジでやりたいですね。マジちょっとなんか買ってきます、ね、僕なんか。じゃあお前買ってこい、コロッケとか。ああ、コロッケは得意っすよ。だからコロッケでもいいけど3個ずつぐらい。コロッケ3個ずつぐらいで大丈夫ですか。300個の間違いだ。いや、300個ずつだよ。ゼロ2つ足んないっすわ。いや、3個ずつでも残すんじゃないですか、多分。分かんないっすけど。そんなわけねえだ
2時間チョコを食べながらやるっていうですよね。そういう2時間の間で何個食べられるか過酷なレースだ。3個じゃない3個なわけねえだろお前。300個でも無理です。100、まず 100ずつだよ。100はいけますね。買い足しにしましょう。それは3個ずつ買ってくるんで僕が。いやそんなも追いつかないよ。いやだって100はだって食いますよ。コンビニで買ってこようとしてんの。足りないよそんなの。大型スーパーで買って、はい、イオンで買ってこいよ。じゃあイオン3個ずつ継ぎ足していく感じします。舐めてますわ。そんなダメだよ。めちゃくちゃ舐めてます。食わないじゃないですか。全然だ。3個ですげえ食いてえわ。やろう。はい、やりましょう。やりたい。決着だな。じゃあね、はい、もう今負傷してますから。あ、別に出前取ってもいいし。別にここ出前取れる。ああ。そば100杯。俺101だけ言っといてるんだよ。あれあらかじめですか。201。あ、分かりました。もう一個2個2杯プラスしていって203。あ、103と101で一応。あの、僕別に出前の人じゃないんで僕に頼まれても頼まないです。生意気ばっかり言うなお前。それぐらいしかできねえだろ。飯も食えねえ。ドクターストーンに期待もできねえ。イカも好きじゃねえ。おい、じゃあ何ができるんだお前。すいません、パンティ泥棒。Day, night, dreamer, live, on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Stay night, dreamer. さあ、まあ引き続きニュース言ってみるけど、ちょっと、はい、ラジオネームインドカレー FM ブーマーボス。俺たちはボスのためなら何でもします。ボスのために千バズるならぬ千バイブを一生懸命丹精込めて作ります。ボス、一緒に戦いましょう。そうすげえ。なんかだから本当にそのイボを取ってくれるっていう念能力者を見つけないといけないんだよな。壮大な旅になる。ハンターハンターでありましたけど、なんかいやハンターみたいな長旅の。そうそう、これはもう相当ジョイボシっていうのがいるのよ世界には。いやでもハンター助念師みたいなもんで、ジョイ覗くイボのジョイボシっていうのを探される。これ特殊な能力だから。いやあんまりいないんだよな、ジョイボシ。いやいますよ、病院行けば取ってくれますよ多分。これは病院で取れるようなそのイボじゃないから。念のイボだから。何と戦ったんですか。念のイボつけられるって。ニュースいきますか。はい、続いてはこのニュース。元 AKB48 高城亜紀 YouTuber に、AKB48 の元メンバーである高城亜紀さんが YouTuber デビューしたそうです。こいつもじゃあイボがあんのかな。どうですかね。ツイッターで YouTube の公式ページを立ち上げたことを発表、うん、アップした動画では自己紹介を中心に自身のこれまでの経歴を振り返り、現在はイベント MC や舞台などマルチで活動していることを発表しております。うん、好きにやってくださいよ。ね、まあまあでもそうですね。そんなことに関わってられないですよ。俺はイボ、ジョイボシさんに言わなきゃいけないから。YouTube で呼びかけようかな。ああ。え、もうこれで十分だと思いますけどね。念、ね、念を込めた YouTube で。ね、その念のせい。ジーブン。いやいや、見れますそれ。おい、ラジオネームラッピングイロン。はい。FM 宮崎。おい、おいおい有吉さんよ。え？今まで威張り腐ってたあんたがじっとは情けねえな。無理なプレイがたたったんじゃねえか。俺はまだまだ綺麗なアナルだぜ。世代交代の時期じゃないか。お前のアナルが使い物にならなくなる日は近いかもな。震えて待て。うわ、腰淡々と。一つ言っとくけどな、綺麗なアナルなんてアナルじゃないぜ。名言出た。名言なんすか。オスの名言出た。名言なんすか。汚い方がいいんすか。ラジオネームロマンシングサダ FM 福井。おい、イボアナ、お前の時代はもう終わりだ。これからは黒ウーロン茶のペットボトルを入れられる俺様の時代だ。ヘタレイボ野郎はベトベトにノーション塗ったボールペンでも入れてな。いや、わやられ、わかんないですけど、それディスってんすか。これジョイボシを探すしかねえ。それジョイボシね、念能力者なんでイボ取る力にしちゃったのそいつは。
制約と制約だからね。そんな縛られてますね。イボすごい。イボを取るだけの念能力。その代わりイボ完全に取れる。絶対取れるんです、うん、間違いなく。戦いには参加できない。めちゃめちゃ金儲けできる。あ、そうか。イボジの人相手に。ジョイボシなんかユーチューバーって。そうですね。梶脇さん、はい、梶脇さんがユーチューバーになるのを好き、うん、好きにやってください。はい、そうですね。うん、はい、コーナー、はい、街の賢者です。はい、あなたブルーシーターワンカッパーダンボーラーが街の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらっています。ブルーシーターワンカッパーダンボーラー、うん、イボージなんだイボージってなんかちょっと未亡人みたいな。未亡人。未亡人。私は異邦人です。異邦の人。ラジオネーム三平。顔もスタイルも声も良くて、バラエティにも対応できる斉藤匠さん、うん。主演映画の上映会で高校時代の思い出を語る。高校時代はエッチなことばっかり考えてましたね。デラベッピンと、ホットドッグプレス愛読してました。出たパーフェクト俳優の俺スケベです、アピールな。困るんだよな、そういうことされると。しかも中途半端にホットドッグプレスとかチョイスしてさ。同世代だから分かるけど、あんなもんエロ本じゃねえわ。にゃんにゃんクラブ、熱烈投稿、スーパー写真塾、熟女戦火、S&M スナイパー、アクション覗き術、お尻クラブ、以下クソだ。神田の古本屋で汚れエロ本あさってこい。すげえな、すごいな。 S&M スナイパーで、ね、SM スナイパーです、ね、失礼しました。そんな丁寧に訂正して大丈夫です多分。ちょっと今のでも俺お尻クラブ自信ないな。そうですね、今俺今マジでタモリクラブのあの仕事来たらどうしようかな。てててててててベーテン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 しかいなくないですか。あれティーバッグでさ、はい、来ます今。振りすぎてシミができちゃったよ。イボが割れて、イボが擦れてさ、血が滲んでたり大変なことになっちゃいますよそれは。あー、ではもう早く探してくれ、境ジョイボシ探しの旅に。酒井さんは代わりにね、能力がないからな、お前らもな。確か念能力ないですね。ないだろう、お前ら。ただの人探し。ググりますよ、もうそんな。そう。ラジオネームおまっとさんでした。思想強めの金玉こと、百田直樹がツイッターで自分のうんこ状況を連続でツイート。公演開始まであと10分。うんこしたくなってきた。公演の途中でうんこに行ったら怒られるかな。うんこ収まった。またうんこしたくなった。公演まであと3分。うんこ行こうかな。けどウォシュレットなさそう。うんこした後は肛門洗いたい。今トイレでうんこしている。やっぱりウォシュレットなかった。下痢便やから肛門しっかり洗いたかったのにな。早く家に帰ってケツの穴洗いたい。昨日イカスミ食べたからうんこが黒い。きっと肛門の周りも暗くなってすき。涙。うんこうんこうるせえんだハゲ。てめえのうんこ実況なんて誰も興味ねえし、公園の途中でうんこに行ったら怒られるに決まってんだろ。てめえの肛門洗う前にその汚ねえ面クレンザーでよく洗っとけ、クソ野郎。強い痛烈。これだけ百田直樹のツイートしててあんまり文句ねえんだろお前。もっとあるかと思うだろ。本文ばっかり。そうですね。ラジオネームブラザーフットオブスティール。サッカー元日本代表中田英寿が銀座で行われたファッションイベントでこんなことを言っていました。今までで一番お金使ったのはファッションですね。旅行や車よりもお金を使ってます。僕は移動が多いので家がないんです。でも洋服を保管する場所はあります。ショールームみたいにしてきちんと整頓してますね。おいひで、水くせえじゃねえか。やたら放浪してるから怪しいと思ってたけどよ。ついに公言しやがったな。やっぱ住むとこないのか。ワールドカップの試合後にフィールドの真ん中で寝っ転がってファンから涙誘ってたお前が、今じゃ立派なサムライブラウシーターか。どうせあれだろう、洋服を保管する場所とか言ってカッコつけてるけど、段ボールをショールームみたいにしてんだろう。泣けるわ、涙誘うな。まあお前もいろいろ辛いだろうけどさ、あの頃みたいにゾノ先輩とカップラーメンでも食って元気出そうぜ。俺は全面的に支持してるからな。住所不定無職のワールドカッパー。すげえ。飛び級女子大生。テレビ時代劇の金字塔、水戸黄門が
武田鉄矢主演で復活することを決定したそうです、はあ、歴史の知識も深いであろう武田鉄矢ならきっと適役だ。いやあ、めでたやったな鉄矢と言いたいところだけどよ、お前は黄門様演じる器じゃねえだろう。肛門は肛門でもお前にお似合いなのはせいぜいアナル役がいいとこだよ。アナル役だいたいな、俺たちはちゃんと覚えてんだぞ。2007年のオールスター感謝祭、この人物の名前をお答えください。レディーゴー。画面に映った赤大沢あかねの写真を見てお前だけが青い空青い空青い空と連呼して他の出演者を苦笑させてたよな。あの時はいつも偉そうにしょうもないうんちく垂れ流すお前でも俺たちと同じように AV 見てしこってんだなぁと感心したもんだよ。あの頃の下水お前帰ってこいよ。今月は卒業シーズンだから同性営業で送る言葉でも歌ってんだろ。その稼いだ金で俺たちワンカッパーをソープに連れてってくれよ。まあその際青い空にのソープじゃお前に譲ってやるからなって。そんなことあった。2007年水戸公もやるんですよ。ああ、そうかね。えラジオね、チェーンギャングファイブ。毎日ボヤの被害に遭っている茂木健一郎の野郎が地上波テレビはオワコン発言を反省。俺も反省してるもん、素人のくせにこんな口出すんじゃなかったって。おいどうした茂木。その汚い口から吐いた唾もうごっくんしてやがるな。頭に陰謀並べて反省してるもんじゃねえよ。反省するなら丸坊主にして剃った毛を全部自分の股間に貼り付けろ。そんなん反省されてるんですか。そうなんですか。じゃあいいですね。そうですね、うん、いいんじゃないですか。ネチ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 やってもしょうがないですからね。そうですね、じゃないと脳を改造されちゃうから。頭割られて脳みそ食わせろって言われても困るかもしれない。そういう人なんですか。脳科学者って。そうです。脳科学者ってそういうこと。脳科学者ってそうですよ。脳食わなきゃ分かんないでしょ。脳食って分かってるぞ。確か怖い。人たちの沈黙みたいな。そうでしょ。怖っ。脳の何でもそうですよ、はい、どう知りたくなっていくでしょ。どん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 な味してんのかなとか。そっか、最終的にやっぱ食うんですか。そうでしょ。怖え。怖くないです。そういうもんですよ、求道者っていうのは。ああ、じゃあ脳食って喋ってんですよ。脳食って喋ってんだ。怖え。歯によく脳がついてる。歯磨きしてくださいよ、せめて。青のりみたいな感覚で。脳食ったら 歯磨いてください、ちゃんと。どうしようかな。ラジオネーム、ペケミニ。マジでケツの穴から指突っ込んで奥歯ガタガタ言わせたい5秒前ことみそのちゃんが先月聞いたこともねえバンドのドラムと熱愛が発覚したらしく、そのことについて何の話題にもなってなかったのですが、東京 MX で放送されたみそのちゃんのレギュラー番組の冒頭で重大発表としてこんなことを言っていました。かっこ以下こいつの番組見るグレーならケツ毛でも引っこ抜いていた方がマシなのでネットニュースから抜粋します。私みそのはのすけさんと生まれて初めて同棲しており、結婚を前提にお付き合いしてます。すでにお互いの両親にも挨拶を済ませてますが、今は喪中のため具体的な結婚時期はそれが明けてからになります。結婚するならこの人しかいないと初めて思いました。いやー、みそさん、僕もマジで果てしなく心の底から祝福します。それではここで日本国民の皆さんに朗報をお伝えします。公式サイトで自分は嘘がつけないと公言しているみそのちゃん、2015年7月2日のブログでこんなことをおっしゃっていました。うちは今まで結婚願望がなかったのでプロポーズは全てお断りしてきたけど、でももう妥協してでも次にプロポーズされた人と結婚して別居婚して専業主婦になって子育てに専念しようかな。ほーみそののことぶき引退来たのすけだが、のすけべだか知らないけど、マジでサンキューです。それでは最後にみそのちゃん、僕からこの言葉を送ります。幸せにならなくても全然構わないから専業主婦にだけは絶対になってください。今回こそ本当にさようなら。祝福していいんですか、それ来週。すげえ。一旦もお願いします。はい、さあ、リュウシュクサンデーナイトドリーマー1時間経過間近でございますけれども、ラジオネームパラマンディ FM 群馬ボス探し人あらば
東に向かうのが吉、うん、アナルの谷に戻ることは今日ダメなそんな占い師いらないんだ探してる女医募集だけど戦隊です。鹿児島県の皮膚科で働く女医募集です。ええすげえ。うちの病院なら3000円ぐらいでレーザーでさっとイボ切除できます。痛みありません。ぜひ私どもの病院まで。これ絶対罠だ。え罠ですか。それこれ言ったら雲が待ってる。え雲減量だ減塩減量だ待ってる。減塩時代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 時代時の時の時の集団減塩時代うわ捕まるだけっすか。これもうきっかけだ。これもうメールから伝わってきたもん。念が念が出てるんですか。うん分からなかった。危なかった。よく見てみな。え念を使ってこれ見えるだろうっすら。本当だ、はい、クマのマークが、クマのマークが数字まで入ってます。な見えるよな。見えますめちゃくちゃすげえ見えた。あぶねえ。幻影時代からこれ罠だ。危なかった。何言ってんのハンターハンター見てない人結構わかんないと思いますけど。ハンターハンター見てない人なんていないいるいないいないいないすいませんいないみんな見てます。すいませんはいみんな見てた。すいません。あるあるだった。いや、女医募集もう、大丈夫ですから。おちんちんのイボに関しては、もう、あれでしたよ。液体窒素で取っていただきます。すごいっすね。ちょっとアナルは液体窒素ってわけにいかないから。だってアナルが凍っちゃうもん。はい、塞がっちゃう感じ。ピキンアナルがいややだやだ。終わりだもんな。それでやっぱできないですね。怖い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 。液体窒素怖えな怖えな。どう取るんだろうなイボ。ワンピースでいうところの青生地みたいな能力者がいたら困るから。アナルがピキーンってわっと殺されちゃうと思うね。アナルいや別に大丈夫と思いますそんな人いないし多分、まあ、でもアナルマグマの実を食べてるからね。アナルのマグマが凍りそう。アナルだけがマグマ。アナルマグマの実一旦お別れしましょう。9時から立て直します。この後も引き続きお願いします。2017年危ない危ない。タイムスリップしたかも。危なかった。みんな今聞いてる人だったな。そうですね。ちょっと待って何やこれ。この世界どうなってんだ。パニックになっちゃうから、ね。2013年4月4日です。え時刻は8時ですよ。えこの時間が起きる皆さん改めましてこんばんは。こんばんみデビル大木です。これも違う全部違う。ここどこだ。ここ恐竜教室そんなんでしたっけ。来週のドクターストーブ。こんなネタバレしきったな。知れないです。こんなんじゃないはず。2017年3月19日日曜日時刻は夜9時を回りました、はいはい、ということですね。有吉弘行でございます、はい。今夜のアシスタントはアルコ&ピース坂井健太とグリーンピース落合ココアです、はい、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送サンデーナイトドリーマーでございます。はい、もうでも4月半ば、もう3月半ば、はい、あとだからお二人は1回半ってことですよね。もうあと1時間と2時間ですか、ね、はい、もう少ないですね。結局キクケンさんのやっぱりライブっていうかさ、はい、バイブス、はい、感じることできなかったね。ええ、確かにあんま出てこなかった、ね、結局なんかやっぱり結局やっぱり、うん、あんまりただの資料とか騒いでるなって感じだった、ね。まあ、めちゃくちゃ段違いのパンチライン俺食らわしたつもりだぜ。ヒヤマジで。いやだろ。ヒヤって言っただけだよ。あやばい、始まってますよラップバトル。ヒヤって言っただけだよ。いやこういうタイプのラッパーです。こういうタイプのラッパー。ヒヤって言っただけだろ。言ってるだけだろ。いやめちゃくちゃ怖い。どうぞ。聞いてんだよ。聞いてんだよ。ヒヤって言ってただけだろ。かまされてますよ。お前ら誰。あ俺お前も。はい、ヒャッて言ってないか。違います。ヒャッて言ってただけか。ヒャッて言うだけがラップか。違います。
はあ、どっから来たんだよ今日は。せーの、西条くん。これ何でしたっけこれ。なんだなんだこれ。どっから来てんだよみたいな。誰なんですかそれ。まあ、え、はい、はい、イエーイ。いやそっちそっち行こうちっちゃい。帰ってくれんだ。イエーイ。帰ったのか。イエーイ。イエーイばっかりうるさすんだ。おー、俺のラップ切れとけよ。いえ、おーい。だって、いえ、うるせえって言われたから、何で返せばいいか分かんないと思う。俺たちの合図、俺たちの合図叫べ。あ、せーの、マックス。あなたは神だ。神だ。あなたは神だ。そうだ。それだった。あなたは神だよ。すいません、そうだった。せーの、あなたは神だ。人間じゃねえ。始めよう。いや、そうだよ。いや、どんなラジオですか。本当にタイムスリップしたかのような。これ聞いてる人。ラップなんだと思って。どんだけ。え、どんだけどんだけどんだけ。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 どんだけ松茸どんだけ。どんだけ松茸どんだけ。ふんどけ松茸ふんどけ。ふんどけ松茸ふんどけ。ふんどし松茸おいしい。ふんどし松茸おいしい。松茸松茸松茸。松茸松茸松茸。松茸どんだけふんどけ。松茸どんだけふんどけ。むずいむずいむずい。ふんどきふんどきふんどき。ふんどきで。ふんどきで。角度を角度を測れよ測れよ測れの塩測れの塩 OK。 いや OK なんすか俺。 OK なんすか。ラップそんなんじゃねえっすから。ラップバトル、これが本物ラップか。いや違う違う違う、やっぱ本物ちげえな。やっぱついていきづらいっすからね本物は。なんすか、ぶんどきぶんどきぶんどきってなんすか。測れよ塩、測れの塩、測れよ、測れよ。やってみてくれじゃん、ちょっと。あ、本物？俺ら変人に対して。いえ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 。いえ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 。さっき何言ってたんだ、松茸？俺、お前に勝つだけ？いえ。他に言ってたのなんだっけ？分度器？俺はただこうやってインフンドキ？いえ。こういうのがラップって言うんだぜ。おめえ、教えてやるぜ。すげえ。決まった。ラップ！戦いしてんだよ、これ。戦いするよ、きっといつで。キャップで包むもんといえば、せーの、チャリー。おにぎりでしょ。おにぎりでしょ。今裏切るもんいたな。おにぎりです。チャーハンって言っただな。おにぎりです。おにぎりです。キックです。チャーハンです。いやいや、追いかけられて、追いかけられてますよ。追いかけられてますよ、キクトさん。バトルそんなんじゃないんです。追いかけられてる。違うの。違うんですよ。一回ちょっと殴らせる、一回殴らせる。俺めっちゃ殴らせる。一回殴らせる。全然追いつかない。全然追いつかないじゃないですか。あとめっちゃ追ってる。Slay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer. さあ続いてはにわかは語る。ね、皆さん誰に気兼ねすることなく自由に、ね、語り合ってください。私たちさらに何も知らない我々に教えてください、はい、ということで、今日のテーマはね、地下アイドル。あ、まさに知らないですよ、全く。多いですね、聞くんだけどなかなか知らない。皆さん教えてください。まあ教えてくるのは、くれるのはにわかの連絡です、ね、クック、地下アイドルですか。あ、まあ僕的には日々切磋琢磨、一位先進頑張ってるアイドルさんを地上地下っていう住み分けでっていうのはあんまり好きじゃないんですけど、まあ一応説明しておきますね。まあ要は集客力ドームやスタジアムでライブできるアイドルさんは天空、全国ホールのツアーライブできるのが地上のアイドル、ゼップ赤坂ブリッツでワンマンライブできるのが半地下アイドル、昼間から狭いライブハウスで他のアイドルさんと対バン重ねてんのが地下アイドル。まあこんな感じかな。付け加えるなら、地下アイドルの魅力ってさ、学校行きながらレッスン積んで自分の青春をね捧げてんのよ、毎日戦ってるのよ。
夢を追いかけてるど真ん中なのよ。まあ事務所が料金未払いだったり、その日売り上げ持ち逃げしたり、応援するアイドルがイケメンなファンとつながり、アルバイトで汗かきベソかき塩を吹くことがあったとしても、僕は地下アイドルを応援したいね。なんか刺さった、意外といいっすね、うん、いい口調。にわかに騙されてるようじゃん、お前もう本当に。すげえ刺さりました。なんかあの本当に殺されて埋められて終わりだぞ。めっちゃシンプルに、めっちゃシンプルに殺されてる。シンプルだったな。なんか揶揄とかじゃなくて、なんか、アナルとか、変化球とか、鼻砕きとか、はい、なんか殺されて埋められて、埋められて終わりだ。手口がシンプル。あ、本当だ。ラジオネーム桃色クローバーバー。地下アイドルの彼女らのおかげでアイドルに奥深さが付加された。これはすごいこと。地下というアンダーグラウンドで今までの凝り固まったアイドルの概念がまさに根底から覆ったんだから、松田聖子と地下アイドルを見比べてみな。俺の言った奥深さすぐ分かると思うから、まずは現場に行ってみることをおすすめするよ。何を言ってみるの。とにかく見ろ。とにかく見てくる。にわかだな、ぽいな。松田聖子と言われたらラジオネーム満腹ていない。地下アイドルって単語で一括りにされてるけど、まあ地下アイドルつってもいろいろあるわけよ。電波組なんて俺から言わせりゃ全然地上だね。地上アイドルだよあれは。もうあの子たちも昔はね、地下を代表するようなアイドルで、まあすごかったけど、売れちゃって地上出ちゃったら、まあ魅力が半減だね。やっぱ地下でいつか這い上がってやるんだって頑張ってる姿を見てる時が一番いいんだよね。みんな売れないでほしいな。そういうな、そう言いますね。そうですね。お笑いライブとかでも売れてない時がいい人がいるんでしょ。だってちょっとテレビ出たら辞める人もいたりするんでね。結構いますね、ファンの方だと。なんでなんだろう、そういうもんなんだな。そうですね。ラジオネームいつ、まあでも俺も風俗嬢の人がなんか内体スポーツとかに、風俗誌とかに出てたら、ああちょっとなんだよと思うんだ。もう天空に行っちゃったみたいな。天空だよこれ。それと同じなんですか。わかんないです。あ、そういう感覚か。雑誌乗ったら天空みたいな。忙しくなんだろどうせ。ああちょっとなんかサービス悪くないんじゃないのかな。あのそういう感覚と一緒かもしれないですね。もうそうなんでしょ。もう AV 女優さんなんでしょ。天空だみたいなもんでしょ。すげえ嫌なお客さん。客だ。すげえ嫌な客です。いつ、地下アイドルの定義なんだけどさ、すぐにメジャーレーベルだの、まあ、売り上げ枚数だの、動員の多さとかで語るやついるんだけどさ、地下アイドルの定義ここで言っておくね。地下アイドルっていうのは総合的判断だから。メンバー、運営、オタ、散歩が認めた時がメジャーだから。そこのとこ分かってるオタどんだけいるかな。あともう一つ付け加えとくね。メジャーなアイドルが幸せなわけじゃないから、そこだけ把握お願いしとくわ。にわかっすよね。めちゃめちゃにわかだよ。分かってんのか本当に。大丈夫、グドンなグドン。地下アイドルっていう言葉がそもそも彼女たちを侮辱してるんだよね。ファンの人たちにとって彼女たちは決して地下なんて日陰の存在じゃない。彼女たちが俺たちの生きる道しるべ、そう太陽みたいな存在なわけ、うん、だから彼女たちのことをよく知らないメディアが気軽に今地下アイドルが熱いとか言って煽ってるのを見るとね、なんか、あーまあいやいいんだよ、有名になること自体を嫌ってる不寛容なファンたちと俺は違う、うん、彼女たちだってそれを望んでいるはずなんだよ。でもね、俺たちの太陽をそんな軽々しく汚いライトに照らしたところで本当の輝きは見えてこないわけでさ、まあそういうメディア露出が増えれば増えるほど俺たちみたいな古参なファンがより支えていかなきゃって強く思うきっかけになるって意味では感謝してるよね。ジップさん、目覚ましさん、これからもよろしく頼みます。こいつにわかすか。マジのファンいません、大丈夫ですか。これぐらい語れるってことですね。すげえな、にわか。地下アイドル、ラジオネームブラザフトオブスティール。地下アイドルか、まあ立派だよね。ルックスも才能もひどいもんだけど、地道にコツコツ頑張ってるし、何より夢に向かって必死になってる女の子かっこいいと思うよ。でもね、野暮だけど少しだけ異を唱えたいんだよね。
地下アイドルって最近やたら奇抜なことしすぎじゃない？あえて過激なパフォーマンスで話題呼んで有名になりたいんだろうけどさ、そんな手段で有名になったとしても果たして夢を叶えたって言えんの？君たちが子供の頃に見てたアイドルそんなことしてた？してないよな。大体アイドルなんていい歌歌って可愛らしいダンス踊ってニコニコ笑ってりゃいいんだから、オーディエンスは簡単に裏切りゃしないって。その場しのぎのつまんねえ演出に食いついてる連中なんてアイドルを流行としか思ってないんだから、まずは自分を信じることから始めようよ。全てのことに共通することだけど、とりあえず点ではなく線で見ろよな。シャッターだな。いい若だな。お前何してんの？バイトです。あるんだよな、偉そうにな。かわいそうな時あるもんな。めちゃめちゃ言われてるなっていうような子いるじゃないか。あ、いますね。なんか大変ですよね。酒井なんていないだろ。ファンはいるの？ファンいますいます。めちゃくちゃいますよ。めちゃくちゃいる。はい、あ、割といますね。そう、はい、出待ちとかも結構な多いよな俺。まあ一人の女性、熱烈な女性が。あ、熱烈な女性は一人。一人の熱烈な女性ってやばいから、はい、あ、ちょっとはい、この方のおばさんの方ですけど、はい、あ、でもとっても綺麗な方。綺麗な方なの。はいはい、はい、いいじゃん。じゃあその人が一人だけじゃないですから。酒井さんのファンは一人。一人です。いや一人だけじゃない。おい、はい、なんでお前見え張ったんだ。お前、いや、お前何でも見え張るな。いや、飯もいっぱい食えます。ファンもいっぱいいます。子供の嘘じゃないんだから。もうバレて、お茶が教えてくれたよ。はい、ラーメン100杯食う。こいつ食わないです。ファン100人いる。一人です。そう、飯も食うしファンもいっぱいいます。お願いします、信じてください。ラーメン何杯で。じゃあ101杯です。ファンは、ファンは一人です。ずるいな、なんかファンを本当にして飯いっぱい食う。まあ、いや、そのファンと結婚していただいて。いやいや、そうですね、それが一番幸せ。聞いてる。ちょっと時間がいっぱいあるにわかんない。ラジオネーム、クレイジークレイジー。最近地下アイドルたちの過激なサービス話題になってるね。裸同然の水着を着てライブやったり、手ぶらツーショットでチェキを取ってくれたりするらしいね。でも15年間地下アイドルを見てきた俺に言わせればまだ甘いよね。今日本に何人の地下アイドルがいるか知ってる？俺も具体的な数字は知らないけど、とにかくいっぱいいるわけ。知ってくれよ。その中で一歩抜け出すにはもっともっと過剰なサービスが必要。裸同然の水着でライブするんじゃなくて、裸でファンと一緒に相撲をやる。手ぶれで撮ったツーショットチェッキを上げるんじゃなくて、一緒にハメ撮りした動画を上げる。そうやって他の人がやってないことを挑戦していかないと、このアイドル戦国時代生き残っていくことできないよ。まあちょっと厳しいこと言っちゃったけど、これもみんなのためだから理解してくれよな。悪いな。大変だな。でも本当に数いるもんな。いや、すごい数いますよ。昔はお笑い芸人ぐらいが一番多いのかなと思ったけど、うん、今アイドルの子の方が多いんじゃない？多いかもしれないですね。もしかしたらものすごい数います。いや、なかなか大変だろうな。だ、ある程度、まあそれだけじゃないだろうけど、ある程度可愛くなくちゃいけないだろうしさ。うん、芸人なんてマジでもう、あのゴムくずの顔でも売れるっちゃ売れるからね。まあまあそうですね。確かにアイドルの方が本当は狭いはずですよね。いや、狭いよ。だから、うん、その狭いところをあの人数でやってるから、うん、なかなか大変だと思う。大変ですね、確かに。我々みたいなゴミクズ人間でもなんとか仕事はできるけどさ、はい、まあ、アイドルは、まあ、アイドルもゴミクズ人間いるけどね。まあまあ、お互い様だろう。中にはいるかもしれないですけど。いや、大変だと。どうする、今からアイドル目指せって言われたら。いや、今からは無理っすよ。え、男のっすか？男のアイドル。もうそれ、男とか女とか今この時代にちょっと古いこと言わないでよ。すいません、古かったですか。人間だから我々は、ただの、うん、全体で捉えてる。人間アイドル、人間アイドル、新しい感じですね。アイドル人間として。アイドル人間しますね。どっちアイドルか。人間アイドル。人間アイドル。いや、でもいいかもしれない。どっちにも好かれる。あ、中性的なってことですか。あ、中性的って何だよ。ないから、そんなの。人間、人間だから、うん。そんな王道人間だから。王道人間、王道人間アイドルを目指すってことですか。難しいんだ。いつ地下アイドルの500円チェキループするやつとかマジボンだわ。コスパで現場選ぶな、選ぶな。アルバムのリリーベでも 3K の剣呼吸のように積んでくれねえと
TO への道のり遠いよ。現場出席数、枚数の積み方、運営との連携、大前提としてガチすぎて推しのこと束縛すんなよ。それ押されとか反比例になるからな。むずい、これすげえ難しい。どうしてけな、我々のやつ何にも分かんなかったですね。何にも分かんないよ。脅迫状かなって謎の会話、まあそんなもんかな。来週ねどうしましょうかね。ちょうどジャンプの話ばっかりしてるから、うん、やっぱりジャンプの超大作、うん、ワンピースいきますか、はい、久々に。じゃあワンピースのにわかの人たち、うん、ぜひいろんなこと語ってください。よろしくお願いします、はい、Stay Night Dreamer Live on air。さあ東京ハンズオブ JFN スタジオから生放送、有吉力サンデーナイトドリーマー。今日のメールテーマはイカ、イカについて教えてもらってます。ラジオネーム畑嵐 FM 長野。有吉さん、私は大学生でイカが水槽で泳いでいる居酒屋でバイトしていますが、注文を受けるとスタッフがイカを素手で取り、調理場まで持って出ます。イカゲソに絡みつかれる女子大学生の同僚を見ると勃起が止まりません。キュウリバイブ欲しいです。欲しいんだな、やっぱり。ありましたね、このラジオでも流行語で、はい、イカがチンコに絡みつくって。ゲソでしたね。ゲソがチンコに絡みつくってやつ。流行語、流行語取ったぞ、これは。流行語取れないです。すげえ、ゲソの極み。あ、ゲスの極みじゃなくて、はい、ゲスザワイフルマ。イカは心臓が3つあるらしいので、イカを食うと強くなる気がします。シンプルな。そうなの、イカ心臓3つあるの、本当。あ、そう、すごいね。ラジオで長崎チンポン FM 栃木。有吉さんはタコ、有吉さん、タコは英語で言うとオクトパスですが、イカは英語で何というかご存知でしょうか。イカは英語でスクイード。スクイード。スクイード。僕はイカ料理ならシンプルなイカ刺しが好きです。知ってる、イカスクイードとか。ロールプレイングゲームとかやってたらスクイードとか出てくる。ああ、イカなんだ。敵で。敵で大体わかります。なんでこんな知ったかぶりしてきたの。調べてくれたのか。イカ刺しね。イカ刺し。うまいですね。ラジオネームさくらんぼ男 FM 栃木。酒井さんの熱烈なファン、さくらんぼ男です。酒井さんは最強です。酒井さんは飯めっちゃ食えます。ようやく用語入ってくれたか。いや、これはでも、はい、来週明らかになることが。あ、マジで楽しみっすね、それ。マジだから、おじちゃん、とりあえずコロッケ200個買ってこいな。3個買ってますね。200って言ってんだから。200備えますけど、お前聞こえねえのか。はい、200って言ってんじゃないですか。結局それスタッフさんが大変なことになるんで、200も用意して。スタッフはお前だけだよ。じゃあ 俺197食おう。それあるんすよ、だから。え、だからそんなわけねえだろ、お前。腹ペコで返してやるよ。いや、だって串焼き屋行って16本しか食わない人に200個用意できないですよ。これ向こうのペースだった。そうですね、こっち自分たちのペース守れば2時間だったらいけるんですか。余裕です。余裕だよ、バカ。ここにお用意します。やめんなよ。なんで、いや、今のところ食ってるの見たことないな、あんまり。大きい、たくさん食ってるの、二人とも。ラジオネーム、洋館洋館、雨洋館。自能力者メールって書いてあるけど、そんなメールは募集してない。こんばんは。念でアナルを縫い合わせる特殊技能の能力者です。え、私の能力、念磁縫合であなたの字を感知させることができます。以後お見知りおきを。うわ、怪しいな、これはちょっと。これも怪しいっすか。念磁できる。でもアナル縫合するんですよ。ダメじゃされたら困るだろ。やばいじゃん。いや、俺アナルを潰したくはないから。もうだ、やっぱ偽物っすね。いや、偽物っすか。偽物。いや、これも出てる。いや、俺行で見れる。うわ、すげえ。目に念を集めて。これは嘘。ただのあれだ。何は。ただのあの雑魚。曲いきますか。東京スカパラダイスオーケストラで「サムライドリームズさびれるなワン」フューチャリングタクマ。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.org
JE/DREAMER。 さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行と小食の退職官のアルコ&ピース酒井とグリーンピース落合ココアがお送りしています。小食じゃないです、やめてください。いや、マジでマジでやめてください。どうするんだお前、もうあれだぞ、ま、もし来週負けたら二度と大食い語るなよ。おお、はい、マジで覚悟はできてます。正直マジでもうダメだぞ本当に。もう俺もう来週決着つける気でいるから、まあ、このラジオの前ちょっとあのテレビチャンピオンの特番あるからちょっとだいぶ食べてくるとは思うけど。え、あ、それでも大丈夫だ。入ってんすか。それでも大丈夫。うん、すげえ。その明けで来るんすか。もちろんもちろん。うわ、坂井さんはじゃあお腹すかした状態。ジャンボ餃子食ってから来るから。いや、いいっす。なんでコンディション整えないっすか。神楽坂のジャンボ餃子食べて。いや、でも別に大した量じゃない。一緒に行こうかな。いや予定はチャンピオン、テレビチャンピオンの予定は どこ行ったんですか。お前買ってこいよ。だから分かりました、買ってきます。絶対ダメだぞお前のババアの手作りとか、はい、それはもう食えないから。1ミリも食えねえからお前のババアの手作りコロッケだな。それは嫌ですよ別に。全部もう壁にぶつけても終わりだよ。そういう家作るよ。コロッケの家、茶色い。雨に弱そうだな。またちょっと用意します。じゃあ僕本当に100個な、うん、3個いや、そりゃそうっすよ。何言ってんの。3個ずつでしょ。3個ずつ。そんなのすぐ終わっちゃいますよ。3個はさあ、有吉弘行のさ、あ、おい、いやいや、くれー、それは空想だから。くれー、おら、冗談。なんでそうなるんですか。コロッケ冗談。なんでそういう風になるんですか。コロッケ1個食ったら。食わせない方がいいでしょ。そしたら。そんな危ない人に。こんなアベンジャーズ。ラジオネーム三平。AD、PA、プロデューサー、気に入らないやつフルボッコ、真顔のブルファイター、福留のりお。カメラが止まればすぐ乾く。嘘の涙で銭儲け。大仏ベックフェイス徳光和夫。下世話なトークと関西弁、隠し子隠してバカ笑い、なにわのババアキラー宮根誠司。おしゃべり上手のおさわり上手、手癖の悪さは日本一、デミグラスエロトカゲミノモンタ。希望にあふれる新人アナウンサーどもよ、これが貴様らの反面教師だ。すげえメンバーだな。福留さんのフルボッコ久々に聞いたの。このラジオにしか聞かねえけど、あげとこうじゃん。パン。ラジオのビワランチョウにあり、驚異的なひねりで世界を席巻する白井健三、驚異的な粘りを発揮する最強市民ランナー川内優輝、驚異的な体重で角界を震撼させる一ノ城隆、驚異的な速球でメジャーリーガーを目指す菊池雄星。世界よ、これが日本が誇る驚異的な童貞スポーツマンたちだ。絶対違うわ。絶対違うわ。ないっすよ。お前だろ、ケンチ。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。山に住む下道妖怪、天狗。人を握りつぶして食べる妖怪、ガシャドクロ。夜道を塞ぐ妖怪、塗り壁。山で襲ってくる妖怪、ヤマンバ。風呂で焼きそばを食う妖怪、浅香光雄。世界、こいつらが人々を怖がらせる最強妖怪。風呂場で焼きそば食うのいじってんのこのラジオだけだし、もっと言えばタレントでは俺だけだし。風呂場で焼きそば食うのが怖いって言ってんの俺だけだし。避難してあげとくわ。じゃあラジオネーム、ラッキーデイビス。驚異のリピート機能を搭載、同じことを何回も言ってしまう鈴木奈々。お前でしこる藤田ニコルで因が踏める藤田ニコル。チェルチェルランドは沖縄県です。リューチェル。おバカ界の超新星、言ってることは十中八九意味不明、滝沢カレン。客観的に自分を見ることができない、ただただ頭の悪い女、誰逃れ明美。世界よ、これが日本の教育の慣れの果てだ。社会風刺。なるほどね。ラジオネーム。さっきのっラッパーのギマチョフのさ、思ったんだけどさ、
なんか人を握りつぶして食べる妖怪ガシャドクロなんだけどさ、うん、山で襲ってくる妖怪山の浅香光代言いたいんだけどちょっと雑になっちゃいました。振り雑ですよ。1個手前雑になっちゃった。通り過ぎちゃいましたけど1回通り過ぎましたけど山で襲ってくる結構途中おざなりなパターンあるからな。いや面白い。ラジオネームチェーンギャング5。色、形、乳首の大きさ、すべてがパーフェクト。沢尻エリカ、やや垂れ気味、しかし大人の色気でカバー。杉本彩、 A カップ上等、足立由美、おじさんたちの青春時代のおかず、宮沢りえ。僕にもその陰謀を分けてください、菅野美穂。全てをさらけ出した女優の中の女優、おっぱい見せてくれてありがとうね。世界はもう感謝いらない。感謝、ただ感謝。俺もこれただ感謝、ただ感謝。マジ乱反射。関係ないから。乱反射かろ。また始まっちゃった。やべ、なんだバトル始まった。おい、あ、呼んだか。呼んだか。呼んでないです。誰だ、呼んだな。呼んでないです。呼んでないです。呼んでないのか。呼んでないです。はい、じゃあ聞きましょう。意外と素直なおっちゃん。追っかけんの見たかったな。追っかけん。ラジオネーム三平。こたつで芋を食いながら、有吉くん可愛いとほざく40代のブス。雑にペディキュアを塗りながら、有吉さんかっこいいと吠える30代のブス。カフェでセックス自慢を繰り広げつつ、有吉もセクシーだよねとほざく20代のブス。ピンク一色で統一された気持ち悪い部屋で、アリちゃーんと吠える10代のブス。威嚇せえ部屋でラジオを聞きながら首をブンブン振り回している年齢不詳のバカ。世間よ、これが有吉ファンの正体じゃ。そんなことねえわ。いい加減にしろ。なんでこんなこと言われなきゃいけないの。ラジオネーム三平。あ、もう続くね。俺のセカンドバッグ盗んだの誰だよ、クワバン。言っとくけど俺じゃねえからな、田代正史。嘘って、どうせお前だろ、クワバン。決めつけんじゃねえよ、田代正史。二人とも喧嘩やめろ、志村けん。バカ殿トリオ復活希望。何言ってんだ。ダメじゃんじゃないじゃないですか。何言ってんだ。いい加減知らない、本当に。会話。どうしようか。ラジオネーム、おまっとさんでした。暴行、大麻、野球賭博、柄の悪さは東洋一、ダルビッシュ有の弟、詐欺で国際指名手配をされたグローバルバカ、ローラの父、クズ鉄盗んだクズ野郎、後藤真希の弟、墓に蜂蜜の瓶をぶん投げた今は亡き広島の厄介者、有吉の父。世界よ、日本の芸能人の身内は漏れなくクソ野郎だ。寝ろ。っていうのは犯罪者じゃないだろ。モラル違反だろ。ちょっと違いますね。全然違う。ラジオネームおまっとさんでした。ヘルシオを5220円で落札した熊田陽子、アロマ加湿器を255円で落札した小森純、プラズマクラスターを1080円で落札した星野亜紀、 iPad を855円で落札した永井勝。日本よ、ペニオク芸能人の悪行を忘れるな。もういいだろう。忘れてましたのに、あげときます。忘れてたな。ブレイク。スレイナイトドリーマーライブOn air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer. さあ最後は、男子。男子の生態、行動、ね、皆さんのことを教えてもらっております。はい、ということでございます。腹減った。めちゃめちゃ腹減りました。
今日あれ予約してんねこの後も。え、ああ飯食べ放題の店2軒。いやいや、やってなくないですかこの時間。この時間からやってるわ。この時間からやってるとこあるよ。めちゃめちゃやってるとこあるよ。深夜あるよ。あるよ。24時間やってるとこあるわ、いっぱい。え、食べ放題ですか。いや知らないだけ。これ3軒行かなきゃいけない。朝まで食うつもり。結構はしごするわね、はい、もう俺もう2軒でもう、あのもう、もう100杯ずつ食べる。いやいや、もう何をかも分かんない。何をかも分かんないから、もうすごいかどうかも数の競い合いです。大きい数言ったもん勝ちじゃないですか。ラジオネーム三平かっこ角刈り。どんなイメージだよ。おっす、アームレスリング部所属、握力、背筋力、共に測定不能、腕の太さは丸田んぼ、年がら年中ノースリーブ、脇毛も毛付けも無法地帯、冬でも春でも汗まみれ、腹筋割れすぎ注意報、眉毛をつなげてこんにちは、角刈り長めのダンディズム、黄色いブリーフ2枚履き、カツ丼片手にランニング、オナニーしながらスクワット、飛び散るザーメンそのままに、ソファーで寝ちまう豆タンク、シンプルな体育会系男子でーす。でかい声出したら腹減ったんで、チャーハン食ってきます。おっす、疲れちゃってんだよ、微妙で。すげえな、すげえっすね、豆タンク。これぞ男子だね。これ男子っすね。投げとくか。パン、ラジオネーム、あー今のエンジェルしておきましょうか。パン、ラジオネーム近藤の正彦、ゲーム大好き男子です。僕は今マリオカートにハマってます。マリカーというのは全裸になって自分のアナルにチョロ Q3 台ぶち込んで口でブンブン言いながら走り回るの略です。もしメールが読まれたらマリカーを外でやろうかなと思ってます。場所はおしゃれな六本木、よろしくお願いします。何を言ってるの。マリオカート東京で走ってるのあるな、あれ、はい、危ないわ、はい、結構なんか訴えましたもんね。なんかね、任天堂 が、ちょっと違う問題になる。あれさ、別にいいしさ、別に観光客の人はさ、うん、あれ楽しいんだからさ、別に俺もとやかく言うつもりないんだけどさ、はいはい、乗ってるやつがさ、めちゃめちゃなんかそのスター気分になるんだろうな、あれやっぱりみんなから注目されるから。俺睨んでんのよ、もう危ないな、大丈夫かっていう顔で見てるとさ、手振ってくるの。あ、興味あるんだみたいな。確かに普通に危ないです、ね。普通にやりゃいいけど、うん、怖い。ラジオネーム、ラッパーザキバリ、苦言だ、また苦言、また書かれますよ、またこれ書かれちゃう。これはもう一番書かれやすいタイプです。これ典型的です。気をつけない、それ本当に。見てる人もよく見てんな、そんな。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ、かっこ男の中の男。せーな。おっす、俺は街で歩いている女子高生にチンコを見せることが生きがいの男の中の男だ。男にとって大事なのは屈強な体。俺は屈強な筋肉をまとうために毎日腕立て伏せ20回、腹筋10回、スクワット3回というハードトレーニングに勤しんでいる。さらに屈強な体には質の高い飯も必要。俺は毎日鶏卵のみを食べ続け、派遣村では豚汁2杯食べることにより170センチ45キロという屈強な体を手に入れた。おい、そこにいるクソアシスタント、お前ら軟弱でふぬけてる。俺様がお前らを叩き直してやる。今 JFN スタジオの前で待ってるから2人で俺にかかってこい。お前らなんか俺がボクボコにして肉コップにしてやる。俺こそが男の中の男、喧嘩最強、ラッパーだけマジか。いやいや、ダサいんだよ、ガリガリじゃない、毎週ダサいんだもん。ガリガリじゃねえか。45キロ細すぎますね。派遣村で食うな、豚汁。一人いっぱい。ラジオネーム戦隊です。出会え出会え。いつの時代なの、いつ。出会え出会え。拙者、自分のポコチンをセルフフェラできる柔軟性抜群のゴム人間でござる。男子たるもの失敗したら切腹すべし。仕事で失敗した時は上司に怒られる前に担当で脇腹を
かっさばき、綿飴という名の臓物ぶちまけるスイーツ系男子が今のトレンドでござる。拙者も自分の腹に刃を刺したらあまりの楽しさに口から泡を吹き、体の震えが止まらなくなった。新生、武者震いでござるよ。人生を失敗している酒井殿と落合殿にも切腹がおすすめでござる。刀で腹を切るもよし、刀を持ち歩いて銃刀法違反でしょっぴかれ社会的に死ぬもよし、お主らの好きにせえ。拙者はお主らラスト侍の大王女を心から期待しているでござる。それではごめん。いや嫌ですよ、どっちも絶対嫌だわ。時代小説の入りなかなか入りづらいような感じの感覚だわ今のメールそれに感じる、時代小説ってやばい感じラジオネーム大強引ブラザーフットオブスティール大強引ジャッキじゃないんだけど男子の日常は朝の目覚めから始まる。サボテン枕と有刺鉄線ペットのおかげで今日も熟睡すげえな電流爆破が内蔵された目覚ましを止めればいよいよ男子の一日開幕じゃ。ソファーに座りニュースを見るお父さんの顔面に毒斬り、朝食を作ってくれたお母さんにパイルドライバーオンザデスク、蛍光灯でできたドアを突き破って今日も元気に会社へ行ってきます。近所のおじいさんに挨拶代わりのサンダーファイヤーパワーボム、塀の上で寝てる野良猫になだれ式フランケンシュタイナー、ドブで泳ぐカルガモめがけてトペコンヒーロー、そのまま公園に行けシットダウンオンザベンチして日が暮れるまでハトに餌やりたくさん食ったお前らが未来の FMW 守るんじゃサーカイおーちゃんあっしゃらあっしゃらあっしゃらこんな人しかできない大仁田じゃねえか大仁田ですよあげとくわ以上男子でした。スレイナイトドリーマーライブオンエア、やるいしょきサンデーナイトドリーマー、そろそろお別れの時間でございます。今日はどうしましょうね。あれは大人のおもちゃをあげてもいいけど、まあ急に送られても迷惑だろうかな。そうですね。三平とあれからもう一人頑張ったラッパ崎バチョフ、ちょっとあれでした。じゃあお二人にクマタングッズあげます。クマタングッズ。またあの大人のおもちゃ欲しい人あの自分あのメールあの書いていてください。はい。さあということで、ラジオネーム、バラバンディ FM グマ。マジ酒井ダサい。出た。口だけで何も成し遂げてない。有吉さんは神、唐揚げ300個つまみ食いしながらコーラ500杯飲んで自分で焼いたステーキ3枚食える。来週が楽しみです。うーわ、おられてるな俺チョリスすごいな。ラジオネーム騙しやすけし、有吉さん来週サンドリがコロッケの炊き出しをしてくれるとき本当でしょうか。この生活始めてからコロッケっていうものはほとんど食べてないので楽しいです。落合さん、僕は500はペロリなので、いやいきそうだな、僕の胃袋も用意してもらっといていいですか。あとタッパーも違いますから。違います、ね、じゃないんで、すいません、炊き出しじゃなくて僕と酒井の大食い対決ですからご注意ください。半蔵門来られても何にも出ませんから米粒一つ出ませんからお願いしますということでございますけども、じゃあ来週はじゃあやるのな、はい、やっていいのな。ああもう全然やりましょう。試着つけましょう、はい、白黒、はい、もう負けた方はだから大食いを名乗れないんだ。もうダメですね、うん、はい、もうマックス酒井だろ今。今は僕マックス酒井ですもうあれだぞ、酒井だはい、酒井、ね、マックスは取られちゃうってことですね。取られるかな、はい、俺がだからもう マックス、あ、ジャンボ、あ、そっち、マックス、ジャンボ、有吉、あ、奪われるんだ。ジャンボ強そう。いや、俺は、オタムジャンボ。宝くじ。酒井もそう。そうですね。ジャンボマックス酒井。うわー、やば逆なの。いや、出さないですか。欲しいですか。ジャンボマックス。買い出し落ちやだな。俺だけ買ってこい。100個、200個な、200個、はい、コロッケ200個揚げたて、揚げたてですね3個で固くなるね。またお会いしましょう。お相手有吉弘行とアルコ&ピース酒井とグリーンピース落合こかでした。また来週。